どうもー、影やんです。今日は2019年10月20日日曜日の朝、今日は5時半に出ましたんでちょっと周りが、暗いですね。5時半やとちょっと暗い、5時半過ぎたところらへんですかね。この時間になっております。今日はですね、僕はアナーキーポケットというね、お笑いの劇団というか、まあコント劇団みたいなのを、やってるんですけどもね、そのお笑いのね、基本というか、まあ何にでも当てはまるわけじゃないんですけど、その面白いことが言えへんとかいう人はこういう発想してみたらどうかなっていうのがあります。というのは、まあ、お笑いの基本は逆ということですね。逆にすると、笑いが生まれやすいっていうね。もちろん何でも通用するわけじゃないんで、いろんな要素が絡まってのあの笑いやと思うんですけども、例えばですね、どうしようかな。まあ常識がこれやとしたら、その常識の逆を言うっていうことが、その笑いが生まれることになるかなというふうに思うんですけども、でちょっとそうですね、おもろない例えになっちゃうんですけど、 1+1 は2ってあるじゃないですか。 1+1 はって聞かれたら2って答えるのが、まあ、このお題で笑い生まれるのはちょっと難しいんですけど、1+1 は2の逆は何になるか言ったら、一応その逆っていう、そこから逆っていうところにもセンスあるかもしれないんですけど、まあ、-2っていうか、そういうのが逆になると思うんですけど、でそこで -2と答えたら、受けるかどうかっていうところなんですけど、まあ基本的に 1+1 はの答えで笑いは生まれることちょっと難しいと思うんですけど、逆で答えるとこれは例えの話なんであれなんですけど、-2なんですよね。ただそこで例えばですね、1と答えると、ちょっとずらして1と答える、 1+1は1、あほな、なんや掛け算ちゃうわっていうツッコミがあったとして、で掛け算ちゃうわ、いやちゃうわ、割ったんやとか、いろいろまたかぶせツッコミというか、そういうのがあったりして、そういうツッコミを用意してちょっとこう笑いを生ますというか、いや今言ってること自体はそんなに思わないかもしれないんですけど、例えで言ってるんでね、あのでそこで例えば 1+1 は20って答えるとするじゃないですか。さあちょっとその時のタイミングとか間によって笑いが生まれることもあるかもしれないですね。なんでやねんっていうツッコミがまあ入ったりとか、どういう発想で20になんねんとか、いろいろツッコミあると思うんですけども、そういうふうにこうずらして、お笑いの基本はマイナス2やけども、ここは20を言った方がいいな、1って答えた方がいいな、それとも 1+1 は2やけど、2の言い方を2とか、なんか分からへんけど、その時のタイミングによって面白い言い方をするとか、顔が面白い顔で言って、なんやその顔、なんでその顔で2って答えんねんとか、いろいろあるんですよね、そのお笑いのあれで。で距離1キロメートル。1キロになりましたね。時間10分44秒。ペース10分44秒。ファンタスティックが答えておりますね。で、まあまあ、お笑いで言うとそういうことがありますね。前ちょっと甥っ子が来てね。で、甥っ子は、弟の子供なんですけども。で、弟が被ってた帽子があるんです。こういうね。ちょっとこう、つば付きのこういう帽子があって。で、うちの甥っ子がね、出かけようとしてから、おい、何々、帽子忘れてるぞって言って、こう、弟の帽子を渡したんですね。そしたらお笑いが生まれたというか、それも、いわゆる、ちょっとずれた逆になってるんですよね。その時の僕の間というか、その言い方がちょっと面白かったから、笑いが生まれたと思うんですけど、だから、どう、今伝わってますかね、なんか、
あの笑いっていうのはいろんなパターンがあっていろんな状況があっていろんな間があってそれで笑いが生まれるんですけども、基本としては逆をまず発想するっていうことですね。ちょっと分かりにくいですね。ちょっと分かりにくい。またお話ししますけども、そうですね、こう答えるやろうっていう答えがこうなんか振りがあった時にこう答えるやろうっていう逆を答えるこうまず発想して、そっからもうちょっとずらしておもろいことを言う、これがちょっとセンスになるんですけども、何回かやってるとそれが磨かれていくというかね、そういうところがちょっとあるんかなというふうに思います。ちなみにね、僕がコントを作るときに、一番最初に浮かぶワンフレーワンこうトライ、トライちゃうな、こう会話の一体一会話の一個一個2人がいてこう言ったときこういうふうに返すっていうのがまず浮かんできて、そっから、それを言わすために、前後を考えるみたいないうところを発想するときがあります。それば、っかりじゃないんですけど、そういうことがありますね。ということでね、今日はお笑いの基礎は逆と、逆やけどそれはいろんな状況によっていろいろ変えていかなあかんねんけど、基本として発想させるには逆というところがありますということです。以上です。今日もよっしゃーでいきましょう。